となりました。さあお待たせいたしました、決勝戦の2試合目、デトネーションゲーミング VS エースゲーミングだが、さあまずはロナーバンからスタートしたこのダブルバン、さあ対してエースゲーミングがブラックフェザーバンから、さあライラ、アーダン、ランスなども空いている状況ですけれども、いやまあデトネーションのロナバンは完全にブラックフェザー狙いだったと思うので、エースはしっかりブラックフェザーをバンしましたよね。ライラ渡してでもブラックフェザーかなり存在感大きかったブラックフェザーですからね、しっかりと警戒しておりますが、ここのファーストピックどうするかデトネーションゲーミング、さあじっくり悩んでいるが、ケストレルですね、ケストレル、まあ、このキャリーを狙ったバーンピックお互いなっていたので、先にケストレルを取って強力なキャリーを確保したっていう形、さあライラを取ってからキャプテン攻め、もしくは、まあ、そのキャリーに強制させるか、アーダンバーン徹底してますねこのあたりは、まあ、キャプテンでのアーダンっていうのも十分強いですし、いやアーダンバーンとなるとこれセカンドピックペタルもねちょっと視野に入ってきてますよね。そうですね、もう硬いジャングラーをとにかく排除して、またケストレルを上から叩けるペタルを取ってっていうことを考えているかもしれないですね。さあこれを見てデトネーションゲーミングペタルバーンをするか、はたまた、まあ、別のヒーローだったりをバーンしていくのかを考えていかないといけませんけれども、ここ難しいですね。さあペタルバンですね、消しましたね、これはいい動きですが、となるとボックスのピックかより長いところから殴れる敵かですが、ライムを先に確保しますか。おこのライム、まあ、ちょっと悩ませるポイントですが、まあなんでしょうね、そのメレーヒーローを警戒していたってことですかね。まあ、メレーヒーローの対策っていうところももちろんのこと、この後自分たちやっぱりケストレルに圧力をかけられるキャリーを取りたいんでしょうね。なのであえてライムを取って相手にレンジキャラクターを強制させるような形を取り、そしてそのカウンターを狙うっていう、まあ、いわば餌かなと思います。なるほど、相手にまあピックをねこう誘導するような形のライムというところですが、まあ、やっぱイニシエイト難しいって話にはなりますけれども、やっぱりライラがいると移動速度ブーストもあるし、窓の扉での瞬間移動っていうのもあるので、まあ、それで一気に近づいて相手を捕まえてっていう形も、まあ、ライムまだやりやすい、うん、他のキャラクターより、まあ、連携が早いエースゲーミングならねそれが実現できる可能性もありますね。まあ、一気に前にウォートレットインからの帝国の紋章でさらに速度ブーストで一気に追いついてライムが暴れ回るみたいなっていうのもできると思うので、まあ、別にピックとしてもその悪いピックではないし、まあ、先ほど山野辺さんおっしゃった通りメレーにも圧力をかけられると。さあそして選んだのはスカイ、ジャングルスカイとキャリーケストレル、 そして完封されたチャンオーカーリベンジしてきましたね。ですね、まあ、今回ライムがいるのでメレーに対するピールとしての役割としてチャンオーカーを選択してきたと思います。まあ、ペインはね防げないですからね、苦しみするのもったいないですからね。あとライムはやっぱりブリンク移動スキルがないので、そのチェーン引っかかった瞬間にブリンクで外して戻ってくるっていう動きできませんから、まあ、やっぱりチャンオーカーやりづらいでしょうね。さあこのジャングルスカイですが、選んだのはキャリアダジョ。いやまあもう完全にこのペタルの前からそのペタル取りそうですねって話しましたけど、まあ狙ったのは完全にケストレルを取らせた後のそのケストレル狙い撃ちのアダックスピードロングレンジキャリーだったと思うので、まあ、ペタルバーンされたんだったらアダージを取るか、もしくはバロンとかだったと思うので、まあ、何取るかなって感じだったんですけど、一回ライムでお茶を濁しつつダブルレンジを誘導してからの上から叩けるスカイでもケストレルでも上から叩けるアダージュを取って、まあ、完璧にこの アタックスピードロングレンジキャリーっていうのを取ってこのダブルレンジを完封しようっていう流れですよね。確かにあの2手目のタイミングでライムを取られてしまうとそのまあアタックレンジ系のキャリーに対する対策でありますメレーヒーロー置きづらいというところありますからね、しっかりと、まあね、キャリアダージュをピックしやすい環境を整えたってことなんでしょうね。まあ、先にアダージュを取るとアダージュのカウンター当てられてしまうのでケストレルをまあスワップして固めの短期系のとかあとはキャッチをしに来るようなキャラクター取られるとアダージョが単純にきついのでアダージョが活かしやすいように相手を誘導するための、まあ、ライムは餌だったかなと思います。レザーとか取られるとねちょっと辛そうですよね。レザーとかやっぱきついですよね、うん、まあ、タカも普通にきついと思うしやっぱりそういう、アサシン系っていうのはすごい、まあ、あとコシカとかもそうですけど、まあ、きついと思うのでそれを取らせないようにライムでダブルレンジやりたくなりますよね。やっぱり相手としては引きながらの戦いをしたくなるので引きながら戦えるスカイを取らせ、まあ そしてチャンオーカーを取らせてでまたさっきと一緒ですよね。チャンウォーカーを前からクリエーションが溶かしてでチャンウォーカー落としてからまたなだれ込むように相手に一気に近づくとか殴れるんだったら相手を殴るってことを考えてると思うのでまたしてもこのクリエーションアダージオをどう止めるかっていうのがデトネーションゲーミングの課題になると思いますね。さあ一度敗れましたチャンウォーカー今回こそリベンジになるか。お待たせいたしましたデトネーションゲーミング VS エースゲーミング
試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがデトネーションゲーミング。アンケートの結果、おっとこれは上がってはないですかね。これはさっきはデトネーションゲーミングが上でしたけれども、まあ、だいぶ勢いがあると言ったような形でしょうか。変わらず支持されてるっていうのはあれですね、変わってないですね、まあ、今回ね、まあ、そのフロストマンやブロークンミスがない中でのスカイという選択肢になりますから、竜の目スカイになるかなと思いますが、さあ先ほどもやってた動きですけど、これはデトネーションゲーミング側も対応してきましたねですね。先に、今度はデトネーションゲーミングが触り、さあエルダートリントを押し付け合いというような状態になっておりますが、エースゲーミングは、ショップ横をファームしているのに対してデトネーションゲーミングがまだ触れていない状況。さあこれファームスはできますね。そしてエースの方がよりも早い。そうですね、ライムとスカイだとやはりライムの方が早いでしょうか。さあグリマショットですが、ここはタイミング合わず、取ったのはクリエーション、まあ、先に触ってエース側がしっかりと相手の動きを制限しながらっていう、まあ、先手を取った動きになったので、これはエースとしては非常にいい動きになりましたね。さあ最初のエルダートレントをしっかり獲得して、キャリアダージをどれだけ育て抜くかといったところですね。まあ、今回デトネーションゲーミング引きながらの戦いというところになりますので、アダージオの射程の届かないところでスキルショットを当てていくというところ、まあデトネーションからすると前から溶かすしかないと思うので、引きながらライムから狙って、ライラから狙ってっていう、この前の2体を狙いつつっていう形になると思うので、まあ、お互い結構前の溶かし合いになりそうですよね。ターンウォーカーを溶かすのが早いか、ライムを溶かすのが早いかっていう形になると思うので、まあ、デトネーションも引きながら、特にスカイは引きながらの戦いの方が圧倒的にライムと戦うにおいてはね、やりやすいので、そうですね、まあ、エースゲーミングフロントラインも溶かせつつ、まあ、キャッチも狙えるというところでね、かなり万能な構成ですから、まあ、非常に動きやすい構成選んできてますよね。やっぱりライムをしっかり使いこなせるのであれば、レンジもキャッチできるっていうのがこのライムの強みですよね。もちろんメレーに対して無類の強さを発揮するんですけれども、バルキリーしっかりと強スローだったりスタンで入れられるのであれば、まあ、相手を完全にレンジすら無力化して倒すことっていうのはできるので、工夫次第ではね、そのバルキリーのイニシエートだったりとかもできますからね。さあ武士から狙っていきましたが、ビビロイヤルしっかりそれは、予想しておりました。それによってダメージトレードは勝っている状況。さあエルダートレント2匹はしっかりエースリミングが獲得している状況ですが、まあ、やはり注目はこのチャーンウォーカーのピールというような動きになりますよね。今回攻めのチャーンウォーカーっていうのは、まあほぼほぼなさそうなので、おっと足止めちょっと怖かったですけど、足止めそうですね、なんとかまあ処理ができたので足止めが早い段階で消えてしまった。ここはブーツで撤退していきます。これでターゲットもなくなっている。さあここペインしましたが、ただお散歩はされてますよ。さあこれでリールはなくなったが、どうだ、おっと取った取ったのはタサ。やはりスカイはバーストは首里ストライクじゃないですからね、ラストヒットはちょっと難しいですよね。取りづらいキャラクターであるの間違いないですね。しっかりタサが3匹目も獲得といった状態です。これで3対0でエルダートレントはエースゲーミングが大きく有利。さらにここでリコール阻害、いやらしい動きを続けている。ここでペインで引っ張ってダメージを集めたいところ。いだいぶ引っ張りますよねこのペイン。飛距離もさながらでも速いですから非常に強いですね。クールダウンもまあ比較的早めの方だと思いますね。まあ、しっかりスキルレベルを上げればね、5秒くらいに1回ですかね、打ってると思うんで。おさあソロキルも狙えるぐらいだ。射程の長いアダージョに対してもしっかり通常でハラスできていましたね。まあ、クリエーションがハラスを無視して無理やりラスヒット取って先に帰る動きをしていたところをついたのはすごく良かったですけど、まあ、キルには繋がらなかったですね。さあここでジャングルが活性化したタイミングですが、このまま3人で買い物をして上での戦いをより重視していくような選択を選んでくると思いますが、さあライムが6レベルになったタイミングは反射ブロックなどもねなかなか詰めない状況だと思いますから、そこのバルキリーインだけは気をつけたいですね。まあ、クラルと似てますよね。レベル6のウルトガスタンなのでめちゃめちゃ相手に対して影響力を出しやすいよというスキルなんですけど、バルキリーの方がダメージという面でもそうですし、範囲という面でもそうですし、あとはスタンの時間というところもそうですけど、アテンスタに対するそのスタンの時間すごく長いので、かなり強力なスキルですよね。ですね、外してしまってもスローもかかりますし、まあ、全体に、ね、ダメージを与えられるっていうのもかなり大きいですね。しかもそのスローが結構な強スローですからね。さあ3人を引っ張っているが、しかしダメージは出せませんでしたね。
誰か一人にダメージを与えたら全体に、ね、大きなダメージ入っていたんですが、そこまで大きなダメージは与えられず、帝国の紋章で回復してさらにサローブレード完成。これでエースゲーミングも上で戦う準備は整ったといったところでしょうか。さあお互い中盤の装備としては申し分ないものとなってきました。そしてクリエーションサーボとスイフトシューター、初手でナイフナイフスタートしてて、その後すぐにシューターシューターって買ったので、やっぱりアダージオそのペタルに比べてアタックスピードっていうのは若干遅いので、うん、基礎攻撃アタックスピードですよ ね、 そうですね。確かにアダージオはペタルよりは劣ってしまいますね、まあ、ペタルがむしろ速すぎるんですけど、うん、ペタルはすごく基礎攻撃スピードが速いので、あんまりシューターっていうのは、まあ、2本目のトルネードトリガーのところまでっていうのはいらないと思うんですが、やっぱりこのアダージオ結構スタッターステップもやりづらい部類のキャラクターになってるので、まあ、早めにシューターとサーボを持ってしっかりとファームの面でもやりやすいっていうことを狙ってるように見えますね。なるほど。さあ現在6分が経過しております。さあお金さは若干エースゲーミングが押している形ではありますが、再始ささたさ上での圧力というものを存分に生かしていきたいダブルレンジ構成です。めちゃめちゃ押してますね今。さあここ全力プッシュでタレットにも圧をかけていきたい。さあしかしスカイはおりますね。ここは買い物したい判断ですね。おっと捕まえに行った。さあ窓の扉いいんだが、ブーツを使ってしっかりとケアはできているが、バルキリーがまだ残っている。素晴らしい。相手の動きを読んでいる。冬の戦闘の着地、ファーストブラッド。これでペインで引っ張ってもこの時間のスカイほとんど火力がない。弱体化したフロストバーンではちょっと応戦ができなそうですね。フロストバーンから積みましたか。まあいろいろな選択肢ありましたが、タツキはフロスバーン、そしてアダージオが上から、これがアダージオの射程の長さ、これによって1キル。さらにライラのチャレンジングだが、さあしっかりとフラスコで耐えている。シュリストライク、フォワードバラージ、いや落ちてない。デスクロバーンもギリギリ回避。ここクリエーションがとがめだが、ビビロイヤルもとがめ返すというね、激しい集団戦でした。なんて動きですかね。もうスラ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 避けてダメージギリギリ生き残りましたね。ハイレベルな戦いでしたね。すさまじい動きでしたね。さあ7分30秒、キルは多く獲得したのはエースゲーミングではありますが、タレットはなんとか守れた状況、まあ、よく守ったというのがいい表現ですけれども、さあまだまだ辛い状況なのは変わらない。さあクルーシブルないこのタイミングだとドレスパス刺さるかといったところですが、これで変えると思いますね。スカーシールドお金足りてますね。さあそして逆にまだクイ選手クルーシブルと多いので、バルキリーをクルーシブルでバリアーっていうのはちょっとまだ遠いですね。いやかなりうまいポイントに置きましたよねバルキリー。先ほどうまかったですよね。そのブーツも履かせて全ての逃げるスキルを履き終わって、そのケストレル側からするとあここなら安全だと思ってダメージを出し始めたところにバルキリーを置いたので、まあもう位置をあんまり移動しづらい場所でに立っていた状態にしっかりバルキー差し込んだっていうのはうまかったですよね。さあ現在8分30秒、グリマーショットのダメージもかなり大きい。やはりインフュージョンは強いですけれども、さあまだまだ何にもつながっていない状況。さあクリエーションはレベル8インフュージョン、タサのレベル7インフュージョンはもうちょいで終わるっていうところなので、ちょっとエースゲーミング側の方がまだこれインフュージョン差的にも押し込める時間帯になってるので、デトネーションとしてはどうにか耐えたいですね。まあ、今回の懸念点といたしまして、まあ、チャンウォーカーをキャプテンとして起用しているので、アトラスの健康まあ当てれないと思うんです。なのでそこが心配ですが、さあ窓の扉いいんだが、さあおっと使ったぞクルーシブル。さあここでトレスパスだが、おっといやなってない、チェーンが剥がれましたかねこれ。栄翔中に剥がれてしまいましたかチェーンが。じゃないとちょっと理屈的に納得がいかないといったところです。そうですね、栄翔出たけどスタンなりませんでしたね。いやートレスパス不発だが、さあグリマーショットの火力が高い。ここはしっかり落としたビビロイヤル、よく当てました。ナイスバーストダメージでしたね。まあ、やっぱりこの前から溶かせるっていうところ、まあ、1人の単体においてすごいバーストダメージを叩き出せるっていうのが強みですよね。やはりバーストはねアダージオより上ですから、まあ、それを生かしてケストレートアダージオの 1on1 しっかりグリマーショットを当てることができれば勝てると思いますから、まあトラスもなくてもいいんでしょうかねこれは。さあ10分が経過しております。お互いうまくファーストサイトは守りきっている状況ですけれども、まあ、やはりスカイを抱えているのでデトネーションゲーミング的にもね無理して押すような構成ではないですよね。まあ、ケストレルもしかも後半に、まあ、伸びしろをかなり持っているキャラクターなので、
別に今すぐ勝たなきゃいけないっていうわけではないと思いますが、さあここで一時停止という形となっております、はい、何かしらの問題があったと思いますので、こちらの問題が分かり次第こちらでご説明させていただきますので、もう少々我々とお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、未だね互角の状況を続けておりますが、まあ、お互いねレート系のヒーローを抱えておりますが、まあ、このライムどうですかね。まあ、やっぱりその、まあ、ライムもそうですしアダージュもそうなんですけど、まあ、ブリンクがない移動スキルがないのでやっぱりチャーンをかなり効いてますよね。さっきの試合以上に、まあ、トレスパスさっきはちょっと不発になってしまいましたけど、やっぱりペインがかなりうまく効いてるので、ペイン引っ張った相手で孤立した相手にグリマショットでバースト、確かにダメージを集めやすいという印象はありますね。それすごい決まってるので、ライムどうですかって質問に対してはやっぱりライムちょっときつそうですよね。まあ、前に引っ張られてしまって引きずられたところに一気にダメージ合わせられて強化体力つける前に大きなダメージもらってるとかっていう状況になっているので、まあこのライムがもうちょっといい形で生きないとエースとしては、いやいくらまああの餌にしたとはいえ使えないキャラクターを餌にするのはいくらなんでもおかしいな話になってしまうので、まあもうちょっとこのライムを生かせるような形を作りたいかなとは思いますね。窓の扉インなんかもね先ほどやっていましたが、それでも足りていませんでしたからね。逆にそこの出口に向かってチェーンフックを当てられてて逆に利用されているので、まあでもあのイニシエートが一番やりやすいイニシエートだと思うので、まあ、タレットもちょっと早く追って有利を作りたいっていうのは間違いないでしょうね。さっきからタレット前での戦いなので、お互いその逃げるまでの距離がすごく短いので、まああの窓の扉インしてもすぐタレット下まで逃げられてなかなかダイブするのもまあ難しい構成って形になっているので、いい形でまあタレット追ってからこのライラの窓の扉インっていうのはもっと効くかなと思いますね。やはりオブジェクトオール速さというものも活かしたいですよね。さあ再開となります。エースゲーミング側の、申告でして、ボイスチャットアプリのエラーという形で一度、一時停止させていただきました。さあここブーシュから狙っていきました。かなりのダメージ触れればやはりアダージョ強力ですけれども、まあ、この2人に関しては先に通常殴れたらアダージョの勝ち、先にグリマショットさせたらケストリオの勝ちっていうような差し合いになってるので、まあ、お互いね防具はほぼほぼつまないノーガード戦法のようなね形だと思いますからね。本当、まあ、最終盤になるまで火力をガン詰めしないと勝てないっていう量キャリーなので、最終盤までっていうところは本当に今みたいな感じで先に殴れたらやっぱりアダージョの方が火力出るかなっていう形ですよね。さあ現在11分が経過しておりますが、まあ、大きく試合はまだ動いていない状況です。さあそしてタサ選手ここでクロックワークを選択してクルダウンを上げる動きにしましたね。ポークを重視したんですかね。冬の戦闘の回数を上げたいってことですよね。まあ、ポークを重視かつ、まあ、足止めの回数も上がるしバルキリー、いやーこれ一度のペインでかなりのダメージ、全てのスキルをアイテムを使わせることに成功しましたね。苦しもないし泉もないしまでしましたね。これは相当でかい。さあこの30秒間でしっかりチェーンを当てることができればトレスパスを決めることができる。まあ、タレット下なのでちょっとトレスパスうまく決まるかなって感じですけど、まずタレット降りたいですね。さあタレットを狙っておきたいところ。さあ強引でもグリマショットもしっかり打っている。最後グリマショット打てるか。いや最後はチェーンフックですね。ファーストタレットを先行しておることに成功したのはデトネーションゲーミング。素晴らしいワンキャッチによっていえうまくねファーストタレットを取ることに成功しましたね。いい形ができましたね。今のがやっぱり今チャンオーカー、まあ、デトネーションが若干有利を作れてる理由は今のですよね。フック引っ掛けてペインで1人引きずったところにバースト重ねてっていう動きはすごく綺麗に決まってるので、まあ、これをもっと利用したいのはデトネーション側ですよね。やはりダメージを合わせれば強いダブルレンジ構成ですからね。ダブルキャリーのような形ですから、まあ、当然ね2人のダメージがフォーカスが合わされば最もね高い火力を発揮できるというような状態。さあそしてタツキのビルドパスですが、これは従来のスカイと同じビルドパスかもしくはクロックワークかと。 2.8 のスカイに近いですね。フロストバーンからのブロック。さあ窓結界張ってる間に降りましたねファーストタレット。まあこれはもうしょうがないですかね。タレット降るスピードはダージュもものすごく速いので、まああのローテーションの隙を突かれて先ほどと同じような形で降られてしまったので、これでまた1試合目と同じタレット差はイーブンですね。さあここまでまたしても同じ状況となっております。デトネーションゲーミング VS エースゲーミング、非常に激しい、試合となっておりますが、まあ、先ほどもね、一つのエースで一瞬で試合は変わったという形となっておりますので、まだまだどちらもねわからない状況。さあどちらがね先に 3-0 のエースを
獲得できるか、まあ、3-0 でなくても構わないんですが、まあ、エースを取りたいのは間違いない。そしてもうちょっとで15分にもなるので、クラハケンは相手から先にエース取った方が大きな大きな有利を築くでしょうね。さあスカイも着々と育っております。これで、まあ、終盤にも対応できるような装備になっておりますが、まあ、どちらもねアダージョに殴られたら一瞬でね落とされかねないという状況ですから、そこが懸念点といったところでしょう。まあ、殴られない立ち位置を取らなければいけないというのは難しい。先ほどのペタルと同じですね、対ペタルと同じ動きになると思います。うん、アトラスの健康はなしの、もう先に殴ったもん勝ちというような構成。さあクリエーションだけが引っ張られましたが、ここはダメージ合わせられず帝国の紋章で下がります。さあお互いファーストタレントない状態での上での戦いになるか、それとも下の戦いになるか、どちらが先にイニシエートするのかといったところも注目です。さあ14分が経過、窓の扉イン、一気にいった、一気にいったが、さあデスボンアブ置かれている、タサ全く届いていない。さあここでバルキリー決まっている、これで殴れたが、しかしミストで隠れられてしまった。さらにトレスパスだ、素晴らしい、決めている、1キルを獲得、デトネーションゲーミング。いや思い切りのいい魔導の扉インでしたけれども、しっかり対応しきりましたね。いや全員が対応しましたね。フックもしっかり当てていましたし、しっかりデスワーも置かれていた、全くライムが届いていませんでしたね。そうですね、ライムが届く前にしかもブーツ入って、2人同時にブーツ入って一気に壁の裏まで逃げ切ったので、あれでライムも敵がどの辺にいるかっていうのはちょっとよく分からなくなったし、殴れないしという状況を作れましたね。いやこのライムをどう運用するかっていうところ、本当に最大のテーマになってきそうですけれども、まあ、餌にした分やっぱりライムはきついので、それを生かしてあげないとエースとしてはちょっと勝ち筋っていうのは難しいかなというふうに思いますよね。さあここで2キルを獲得してからクラーケンが解放という時間帯、オブジェクトなどにはつながっていないのでまだわからない状況ではありますが、さあデトネーションゲーミングが大きな、ね、集団戦を勝ち取ったわけですけれども、このまま次の集団戦も勝てれば、クラーケンが解放することが可能だと思います。さあだいぶ装備が整って、さあタツキは三種の神器、かつてのスカイの栄光を取り戻すことができるか。このビルドがやはり強いという再認識をしたかもしれないですね、辰樹選手は。まあでもブロークンミスもフロストバーンも全然違うアイテムなので、最初のフォワードバラージの火力が上がることはないです。なのでそこが気がかりですよね。今までみたいなそのブロックミスを貯めてガン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 ダメージが上がっていくっていうスカイはもうないので、まあ、レートヒーローと言っていいのかもわからないですが、さあここで一気に飛び込んできた、窓の扉インではクリエーション一気に飛び込んでいくが、タツキは上に逃げて窓の扉に入ったような形、ビビロやるものが強力ですが、バルキリーで姿が見えてしまった、ミストではめてなんとか時間を稼ぎ、さあここでトレスパスも決まっていた、これによって後ろからタツキも合流成功、クリエーション殴っているが互角相打ち、最後はチェーンフックのドットで落ちましたね。チェーンフック体力吸収でエース 3-1 交換を獲得したのはデトネーションゲーミング。タツキの起点の効いた逃げ方で完全にかく乱しましたよね。相手はスカイの姿が見えなくて、そしてビビロイヤルの姿も見えなくなって、ちょっとどっちに行ったかわからなくなってましたね。いやお互いのダブルキャリーがねしっかりと逃げ切れて、クリエーションに触られないような位置をね保っていたのがでかかったですね。仕掛け早かったですけど対応も早かったので、ちょっとビビロイヤルがどっちに逃げたかスカイがどっちに逃げたか分かんなくなってますよね。トレスパスはクリエーションだけ当たってたみたいですね。それもあって、まあ、なんとか見つけましたけど、ナイス泉クイズのフォローアップ、そしてスリーマスター、スリーマミスト、ミスト3人すごいですね。そしてタツキは右に行って殴られてますけど、しっかりと倒されないくらいのダメージしか受けてない。いやバラージでスカーシールドかなり削れてました。なのでこれビビクイズのこの吸収で落としきれたと、まさかのドットで落としきりましたね。いやーすごいギリギリの戦いだなと思いますけれども、まあそれでも、ビビロイヤルを落としていたことがありましたので、タレット1本で終わりましたので、まだエースゲーミングも逆転のチャンスがあるといった状況。まあエースは取られましたけれども、3-1 のエースじゃあんまり美味しくないかなってところですよね。まあやっぱりさっきの集団戦もそうですけど、ライムがちょっときついですね。アダージュはすごくやっぱり刺さってますよね。ビビロイヤル上から叩けてるし、タツキも上から叩けてるんですけど、ライムがとにかくきつそうなので、ここを
まあ、どう変えるかですよね。修正しないとちょっと勝てなそうですよね。着地点にデスロブアバブ置かれているので、もう全く歩けていない状況。ジャーニーブーツまで積んでね、かなり足は速くできているんですけれども、まあ、いかんせんどちらも殴れていないので、そこの工夫が求められてくる。これは多差の課題になります。まあ、そしてチームの仕掛け方と言ってもいいでしょうね。今はもう一辺倒に相手が見えていけると判断したら飛び込むって感じですけど、これも変えた方がいいかもしれないですよ。さあ、グリマーショット圧力800ダメージ、帝国の紋章のバーストを超える火力を手に入れたビビロイヤル。これで変えらざるを得なくなりましたね。必殺危なかったですね。スカーシールはしっかりボディブロックしてなんとかリコールに成功。いやー、ただこれでダブルレンジのポークが刺さってる。さあ、ここで窓の扉イン。さあ、結果またデスボンハブ払えているが、いや、今度は捕まえてる。さあ、オードレットで迅速な動き成功。さあ、オードレットがしっかり生きた戦いですが、さあ、ビビクイズがしっかりどれだけ助けやダメージを出せるか。ドレスパスはブロック、ブロック。この混み合った状態もしっかり粘っている。タサを使いたい。タサを壁にしてクリエーションにダメージを出させたい。さあ、ターゲットはまだ残っているが、さあ、クリエーションに当たる。いやー、入ってしまった。届いた。いやー、これはサンゼロエース、エースゲーミング、ここで逆転の兆し。いや、素晴らしい動きを変えましたよね。魔導の扉インにウォートレットとクルーシブルを合わせて一気に飛び込むという動きに変えましたよね。そしてエコーをどう使うのかなって見てたところも、うまくエコーをやっぱり積んだ甲斐ありましたね。それをうまく使ってしっかりと生かした集団戦も作れていたと。ああ、タサ当たってないですね。オートレットして帝国の紋章を使って、もうとにかく速度ブーストして前に出て一人落としてっていう動きをしましたよね。いや、迅速な動き。今回デスロブアワブが、まあ、あまり刺さっていなかったっていうのは大きな影響がありましたけれども、でちょっとここまずいかなと思ったところも、帝国の紋章、エコー帝国の紋章でしっかりと回復をして一気に前に出てタツキをキャッチと。いや、素晴らしい集団戦によって、さあ、クラーケン解放、さらにセカンドタレットも追ってからのスタートという状況。さあ、エンドイットスラリエル残り3本。さあ、デスワームでも警戒しているが、さあ、この見えている状態ですから、デスワームもなかなか決まりにくい状況です。ただこれデスロマワブなくなりましたから、山の扉、ウォードレットイン。さあ、バルキリーはうまく回避したが、どうだ、ビビクイズが取り残されている。フロントラインから溶かす動き、ここで再生の陣を使いますが、アダージョが止まりません。これによって1キル。あとはどれだけタツキがダメージを出せるか。アダージオの殴られないところからダメージを出しておきたいところ。窓結界晴れているが、さあ、ビビロヤもフォローしているが、かなりのダメージ。デスワームをしっかり回避して、なんとかクラーケン処理には成功している。この後のチェイスはどうする。いや、さすがにエナジー狩りをキャリーともちょっと難しそう。そうですね、これは。そうですね、さすがに3対2というのができるキャラクターたちではないと思いますね。いやー、タツキのエナジーも苦しかったといったところで、ここは仕切り直しになりましたが、なんとかエンドイッターは免れたものの、エースゲーミングうまく戦い方を変えてきております。いやー、対応してきてますよね。このウォートレット、窓の扉インウォートレットっていうので一ついい形を作ってるっていうところですが、まあ一ついいデトネーションとして朗報はタツキ選手にようやくクロックワークまで入ったので、火力十分ですし回転率十分。まあ、今回フロストバーン積んでるので、アダージオに本当に、まあ、手が届かれにくいという動きで、かなりね、まあ、起点の効いたビルドパスをしてきたなと思いますけれども、やっぱりビルドっていうのは試合内で変えるものだとも思いますし、相手に合わせて変えるっていうところで、まあ、ダージオに近づかれて、まあ、ライムを止めるっていう意味でも、ライラを止めるっていう意味でも、このスローを相当効いてますよね。まあ、戦い方変えてもやっぱりライム辛そうなので、まあ、このフロストバーンがね、貢献しているのは、まあ、あると思いますね。なので、まあ、やはりあとはクリエーションをどう止めるかですけれども、さあ現在22分だぞ。ササにしかついてない。さあ、ここ窓の扉いいんだが、さあデスワーム間に合っているか。さあ、ここブロックしてる。足止め待っている。タツキが捕まっているが、しっかりビビロイヤルも逃げることに成功。さあ、ミスト入ってる。さらにダメージが集まっている。バルキリでスローかかっているが、どうだ、クリエーション落としきるか。まずはタズカロールス。さらにトレスパスが決まっております。ビビロイヤル通常で、いや、いいことした。なんということだ。今度は勝ち切ったデトネーションゲーミングが3-0エース。これはエンドイットを見えている。さあ、エンドイット狙いに行く動きになりましたね。いやー、今度はデスロマバブの端っこが当たってましたかね。クリエーションスタンしていました。まあ、あとフォーカス割れてましたよね。割れてましたね。なので、まあ、どちらも落とせないというような状況になってました。いや、タツキに行くのかビビロイヤルに行くのか、ちょっとはっきりさせないといけないところだったと思いますが、どちらつかずになってしまったので、結果的には分散して、いや
まあ、ライム見てのスカイピックといった形でしたが、このフロストバーンというアイテムが両キャリーに大きく刺さっていたというところがありまして、ダメージを集められない環境でしっかりとダブルレンジの良さを生かしきったデトネーションゲーミング、なんとか一